恋沼信二は、日本の医学者。第二次世界大戦後のドイツで、医療活動に尽力し、現地で病没した。ブリーチェン氏名誉市民、フンボルト大学ベルリン医学博士。恋沼信二の墓1908年、東京の八王子の外科医、恋沼梅三郎と初の次男として生まれる。父、梅三郎は、再生学者に学んだ軍医で、八王子市中町で医院を開業していた。 ノブジの妹の梅地は後に私者区で日本医科大学細菌学研究所員の花園子を栄えにとついだ。東京府立に中央卒業後医学を志し、日本医科大学から東京帝国大学放射線研究室へと進み、1937年、日本政府の国費留学生としてドイツに渡り、ロベルトコフホ研究所を経て、ベルリン大学医学部放射線研究室の 客員研究員となる。実験と研究に打ち込み、1944年には同大学部研究補助員として採用され、ベルリン大学医学部で東洋人として初の教授資格を取得。ベルリン陥落直前、日本大使館がバートガスタインに避難させた在留邦人のための帰国船の乗船リストにコインの名前もあったが、当日姿を表さず消息が途絶えた。 子犬馬は、ドイツ軍人の未亡人母子と共に、ベルリンから東北部の町、エーベルスバルデに避難していたが、第二次世界大戦後、ドイツ占領ソ連軍が創設した隣町のブリーチェンの伝染病医療センター所代所長を命じられ、ドイツ人医師不在となった同地で、チフスコーレラなどの疾病対策に力を尽くした。だが、自身もチフスに罹患し、 1946年3月8日、37歳で死去した。戦後消息を問い合わせた家族のもとに、1960年になって赤十字から死亡通知が届いた。1989年に朝日新聞に小江沼信次を訪ねる記事が載った。ブリーツェン近郊の郷土博物館館長が地元で亡くなった日本人医師、小江沼に興味を持ち、 アレクサンダー・フォン・フンボルト財団の研究所長経由で村田明が問い合わせたものだった。これにノブジの弟、エイジが答えて交流が始まり、1992年にブリーチェン氏は恋沼に名誉市民の称号を与えた。1994年には同市で記念式典が開かれ、伝染病医療センターのあった視聴者前に大理石の記念名板が設置された。 市の間際に、信次が、桜が見たいと言い残したという看護婦の言葉を受け、弟の英二が100本の桜の苗木を同士に送った。現在市内にはドクター小江沼ビーチパークと名付けられた運動施設がある。小江沼の活動が縁となり、2017年7月10日、八王子市長らがブリーチェン市を訪問して、友好交流協定を結んだ。 同年9月3日には、聖カートに建てられた、コイン沼の検証費が、八王子市に寄贈された。同年9月30日には、ブリーゼンのウベ・ジーベルト市長が、この検証費やコイン沼の墓所を訪れた。翌10月1日、ブリーゼン市長も参加した八王子市、市政施行100周年記念式典の市政100周年、記念表彰にて、コイン沼が特別検証された。ありがとうございます。